エンノド類、エンノド類、エンコウ類、ファレイクトリーマタとは、外高動物門に属する動物群である。触手感を持つ小型の定着性の動物であり、群体を形成することなどでは、他のコケムシ類と共通すが、触手の列が円形でなく馬蹄形である点など、様々な点で異なっている。そのため、分類体系の上ではこれを、ノドズナにまとめ、それ以外のコケムシをすべて含む、 裸の土砂と対地する。また、裸の土類がほぼすべて海産であるのに対して、縁の土類はすべてが淡水産である。すべて軍隊製の動物である。軍隊は枝分かれした樹脂状が基本と考えられる。枝はやや扁平な環状で、小虫は枝の先端に収まり、伸び出した時はその先端から前半身を見せ、縮むとその全身が見えなくなる。 小虫の先端には、触手感がある。触手感は、一部には生体になると触手感がほぼ、円形になるものも知られるが、特徴的な馬蹄形である。その覆面側に左右に平行に伸びる枝があって、全体に U の字型をしており、その円に沿って触手が並ぶ。このような形は、一般の苔虫類より、放ホウ放ム,ムシ動物に似ている。口は、この、 U の字の底の触手列の間にあり、肛門は同じく U の字の底の触手列の外側にある。口のそばの覆面側には、甲状突起という隆起があり、これは裸の土類との区別点ともなっている。この構造は、口の前の大切に由来するとの見方もある。また、この構造によって、口が隠れることから、引口類という名もある。なお、触手の数や、 大きさなどは分類上の特徴とされるが、実際には環境によって変化が大きいとも言われている。前述のように軍隊は基本的には樹脂状と見られるが、実際には様々な形のものが見つかる。枝があまり伸びずに密に、小虫が集まったものは塊状、あるいは海面状となる。このような違いは種の違いにもよるが、同種であっても、 条件次第で異なった外見となることも知られており、童貞を困難にしている。軍隊の外側に、寒天室を分泌する種もある。特に、寒天苔虫などでは、軍隊全体が寒天室の塊に乗るような姿となり、さらに大刈り苔虫では、寒天室そのものが塊状になって浮遊る。体内には、広い体光があり、これは、 軍隊の全個体のそれが繋がっている。口から始まる、消化系は全体として U の字を描く。口から続く部分は体内で長い袋状の胃毛脳となり、短くまっすぐな腸を介して肛門に続く。胃毛脳から体壁には、胃腸と言われる紐状構造があるが、これは体壁の内側の腹膜につながっている。腹膜は体壁の裏側を覆い、 また、個中間の隔壁が不完全なので、軍隊内の全個体の腹膜がつながっている。卵巣は体前半の体表の下の腹膜に、清巣は隔壁や胃などの腹膜に作られる。また、胃腸からは、球目が形成される。有性生殖では、体壁下の体構内の卵巣で受精が行われ、妖精は体内で発生が進んだ状態で孵化する。 孵化した妖精は楕円型で体表に専門を持ち、ある程度浮遊した後に、気質上に定着するが、浮遊妖精の段階でその体内には2個体以上の小虫が形成されている。そのためこの動物の発生が親の体内で進むのを体制とすることもある。定着後は、出芽によって小虫を増やして群体が成長する。実際には無性生殖がよく行われる。 蒸気のように軍隊は、小虫の出荷によって成長するが、この軍隊が断裂することでその数を増やすことがよくある。もう一つ重要なのが、救目の存在である。この類は、乾燥や寒冷などの悪条件を、救目の形で耐える。この構造はこの仲間に、独自のものである。また、仕事にその形態に、違いが大きく、形質としても安定しているため、種の分類などに、 重視されている。このため、春に浮遊する球芽を集めると、その水域で昨年に生息していた、この類の種組成がわかるとも言う。球芽は、円形から楕円形等の形の扁平なもので、裏表2枚の基地出の殻があり、その内部に卵黄のような栄養物と新個体を形成する細胞群が含まれる。一旦は、休眠に入るため、 乾燥や低温などを経験した後に公的な条件になると、その内部に小虫が形成され、2枚の殻を開くように顔を出し、新たな軍隊の元となる。9目には浮遊性のものと付着性のものがあり、浮遊性のものでは殻の周辺に空気を含んだ小室が並んでおり、これを浮き輪と呼んでいる。付着性のものでは浮き輪がなく、それにあたる部分が円膜を構成し、 それによって多物に付着する。中には円に針状の突起を並べるものもあり、付着に役立つと思われる。なお、フレデルケラは、付着性、ヒメテンコケムシは、浮遊性のもののみを作るが、ハネコケムシ類は2種の9目を作る。9目は、コムシの体内、イチョの腹膜から形成されるが、浮遊性のものはその中ほどで、付着性のものは、それが、体壁につくあたりで形成される。 この球芽は水鳥の足などにも付着し、遠くに運ばれることもあるらしい。そのためこの類には広い分布域を持つものが見られる。これ以外のコケムシ類では一部に糖芽を形成するものがある。これはやはり耐久性の球眠芽のようなものであるが、その発生も構造も球芽とは異なっている。糖芽は小虫の外側側面に生じ、楕円形をしている。 これは一種の小虫の変形によるものと考えられる。多くのものは冬を九名で過ごし、春になると発芽して、軍隊を形成する。これが秋まで生存し、冬になると九名を残して死滅する。ただし、ひなこけ虫のように秋に発芽して、冬に軍隊を作る例もある。固着性の動物で、触手を伸ばして、餌を取り、刺激を受けると引っ込むだけである。 触手を振り動かすこともない。しかし、一部には移動能力を持つものが知られる。特に、歩みミコケムシは移動能力が高いことで知られ、名前もそれによっている。といっても1日に5センチメートル程度である。この種の軍隊は紐型で、仮面が移動しやすい構造になっている。また、姫天苔虫コケムシや寒天苔虫コケムシの小さな軍隊もそれほどではないが移動する。 これについてはその仕組みは分かっていない。淡水であれば様々な環境に見られ、渓流から不栄養な止め水域まで見られるものがある。水田や溜池などの身近な水環境でも見られるものがあるが、近年の環境悪化によって見られない場所も出ている。レッドデータブック、無脊椎動物編では、アユミコケムシを絶滅危惧種に、寒天コケムシとヒメテンコケムシを希少種に指定してい,ている。 ちなみに、このように、あまり特別な条件を求めるわけではないのに、この類の飼育は、あまり簡単でなく、長く飼育することは、難しいらしい。このことが、環境変異などを調べるのを困難にしており、分類上の問題点の解決を難しくしている、ようである。なお、炭水産の苔虫類としては、チャミドロ苔虫など、 裸の土類のものも少数ながら存在するので、炭水産のコケムシがすべてこの類に属するわけではない。また、この類には南方シムシのブテンブロッキアが寄生することが知られ、日本でも報告がある。世界各地から知られる。ヤハズハネコケムシは日本でも普通だが、世界的な分布を持つ。アユミコケムシは日本では主に東北地方以北にあり。 世界的にはヨーロッパから北米北部と寒冷な環境に高分布する。他方、寒天コケムシは日本では関西以南、世界的には台湾からインドネシアに分布する南方系の種である。また、ひなムシのように日本と朝鮮半島だけという狭い分布域を持つものもある。なお、日本ではこのように南方系と北方系の種が入り混じり、 世界的にもこの類が豊かな地域である。直接に役に立つ者はいない。専門粘液接触者であるから、水質浄化に役に立つかもしれないが、その働きに注目されたことはない。害をなす者としては、姫天テコケムシが養魚場で害をなすことが知られる。この種の対抗液に毒成分が含まれるので、養魚場内を網でかき回した際に、この動物の群体が壊れ、 その結果魚が死ぬことがある。同様の毒素は寒天コケム虫も持っているという、毒の性質等についてはよくわかっていないらしい。また、寒天コケム虫の群体は大きくなるので、養魚場の網や工場の取水口に発生して水を詰まらせる場合もある。さらに、飢餓動物のオウマリコケム虫は数十センチメートルにもなる群体を作り、同様の被害を与えるかに、 見かけでも気味悪がられる。この類は、基本的な体制などにおいては、他のコケム種類との共通性が高いが、他方で、馬蹄系の触手感、補中間で仕切られていない対抗など、かなり重要な違いと見られるものもある。そのため、これが、他のコケム種類とは別の系統であるとの説がある。それによると、体制の共通性はむしろ触手をもって、軍隊で、 固着生活をすることによる修練と見るべきだという。発生の様子もこの類が直接発生的なのに、対して裸の土類がトロコフォア様の要請を出す点も大いに異なるが、これは海産動物から派生した炭水産の種には往々に見られることである。食手間の形態などから放棄種類との類縁を主張する説もあり、分子遺伝学からももこれを指示する結果が、 報告されているらしい。従って、単系統をなさないにしても、それほど当園ではないのかもしれない。現生種は、約50種で、すべてを単一の縁のどめにまとめ、その下に数化を置く。体系には、若干の揺れがあるようである。日本からは15種ほどが知られる。主なものを下に示す。クラのどめ、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。